生姜糖、生姜糖、生姜糖は、生姜と砂糖を主原料とする菓子。その製法から、次の二つに大別される。生姜の絞り汁に砂糖水を加えて煮詰め、型に入れ固めたもの。生姜版。生姜を薄切りにして砂糖漬けしたもの。同項を参照。本項では、一について述べる。生姜糖は、歴史的に見て、和菓子の一種であり、金華糖と類似性がある。 全国各地で生産されているが、著名な産地は伊勢と出雲である。類似した製法の菓子には八花塔がある。伊勢の生姜塔の起源は江戸時代に遡るが、遠方年間または完成年間という説があり明らかではない。元来は神宮への新鮮の一つであったと伝えられる。伊勢参りの土産品として日持ちのする生姜塔が重宝され、 伊勢の生姜島として全国に普及した。旅行時間が短縮され、保存技術が発達した現代でも、伊勢土産の定番の一つである。現在、数件で製造を販売されているが、江戸時代に遡ることのできる店はない。現存店で最古の歴史を持つのがない前で、営業している岩戸屋で、1910年に製造開始している。同店の生姜島は、 顕微紙型で、神宮大麻を模したものである。基本的には白色だが、桃色と抹茶色もあり、三色を組み合わせて、目音岩の日出を表現しているものもある。小豆入り、長方形のものや割れたものもある。対象年間燥業の二行堂の一角には、街角博物館として、生姜島博物館が開設されている。型やラベル等が展示されている。入場無料。 年中無休。開設時間9時16時。島根県出雲市平田町の栗間屋が著名である。天守の栗間屋文在門が1715年に初めて製造に成功したと伝え、日本元祖という。島根県出雲市氷川町産の出産生姜と上白糖のみを使用し、炭火で煮立てて作る。文化年間に将軍、徳川び松江藩主に献上し、 賞賛を浴びたと伝える。形状は長方形が主流だが、一口大にしたものも販売されている。生姜の入っていない抹茶糖も製造している。ありがとうございます。